皆さん、こんにちは。日本歌謡史におけるレジェンド・オブ・レジェンドの千秋直美さん。プライベートでは1978年に俳優の郷英二さんとご結婚されましたが、若くして郷英二さんは帰らぬ人となってしまいました。亡くなる際、千秋直美さんにある遺言を残したようです。また現在は一切の歌手芸能活動を休止されている千秋直美さんですが、一体何をされているのでしょうか。今回はそんな千秋直美さんの旦那様が残した遺言や芸能界引退理由の真相、そして現在の姿についてご紹介していきます。まずは千秋直美さんのプロフィールからご紹介します。名前、千秋直美。生年月日、1947年9月17日本名、瀬川美恵子。出身地、東京都板橋区。千秋直美さんは4歳の時からタップダンスを習い、5歳で日劇の舞台を踏んでいたそうです。その後は米軍キャンプなどを回って修行し、13歳から歌手活動を開始。白鳩美恵、メリー小玉、五条美恵、南條美恵子とメジャーな存在になるまでの千秋直美さんの芸名の移り変わりを見ると苦労の跡がうかがえます。そして千秋直美さんは1969年に雨の濡れた慕情でレコードデビュー。1970年には4つのお願いのヒットで NHK 紅白歌合戦に出場しました。そして喝采で見事日本レコード大賞に輝くと地位を不動にします。また千秋直美さんは歌手としてだけではなく、バラエティ番組に花を添えるタレントとしても人気でした。キンドンで萩本欽一さんとコントをすることも。昔日本テレビで放送されていたコント55号の裏番組をぶっ飛ばせでは、千秋直美さんは野球拳でブラジャーとパンツ姿になるなど体を張った企画もこなしていたようです。そんな千秋直美さんのデビューの時のキャッチフレーズは、名字がなく名前が2つ、魅惑のハスキーボインでした。千秋直美さんは伝説の歌姫として語り継がれ、今も多くの歌手が名曲をトリビュートしています。1960年代後半から1970年代前半にかけて、日本は歌謡曲が大ブームとなっていました。従来の演歌はド演歌からムード歌謡へ、和製ポップ S はグループサウンズからアイドル路線へと大きな変革期を迎えていたのです。千秋直美さんはその中でもお色気歌謡路線で、どちらかといえば際物的扱いの歌手でしたが、その歌唱力はずば抜けていました。そんな千秋直美さんはプライベートでは1978年、31歳の時に俳優の郷英二さんとご結婚されました。郷英二さんは往年の日活アクションスターである宍戸錠さんの弟で、自らも日活映画に席を置いて活躍していました。郷英二さんは千秋直美さんと結婚後は千秋直美さんの個人事務所を設立し、社長兼マネージャーとなります。お二人はマイペースで働き、仲睦まじく暮らしていました。しかし1992年、郷英二さんは肺がんで55歳の若さで亡くなります。千秋直美さんが郷英二さんが荼毘に付される時、棺にしがみつき、私も一緒に焼いてと号泣したという話は多くの人々の涙を誘いました。亡くなる前、郷英二さんは千秋直美さんに、もうお前は無理して歌うことはないんだよ、これからはお前の好きなことをやっていけばいいと遺言を残したそうです。千秋直美さんは個人の強い希望により、皆様にはお知らせせずに身内だけで鎮火に送らせていただきました。主人の死を冷静に受け止めるにはまだ当分時間が必要かと思います。皆様には申し訳ございませんが、静かな時間を過ごさせてくださいますようよろしくお願いします、というコメントを発表するとともに、周囲が近況を気にするのもそのままに、その後四半世紀現在に至るまで表舞台に登場することは一切なくなってしまいました。このように千秋直美さんが
一気に芸能界に姿を見せなくなってしまったのは、旦那様であるゴーウェイジさんの死去が契機になったのは間違いないでしょう。千秋直美さんはそれ以前の週刊誌のインタビューでこんなことを言っています。ヒットを出さなければいけないという思いの中で歌うのは嫌、たとえ人前で歌えなくても私は歌っていたい。千秋直美さんの歌に対する熱い思いが込められていますね。旦那様がこの世を去り、歌手として表舞台に立たなくても良くなったことで事実上の芸能界引退を決意したのでしょう。そんな千秋直美さんは現在どう過ごされているのでしょうか。スナックで働いているという噂もあるようです。真相を確かめると、結論としてはスナック経営はしていませんでした。なぜこのような噂話が広がったかというと、ゴーウェイジさんは千秋直美さんと結婚後、人気歌手の妻を支えるためにマネジメントを行っていました。その傍ら、疲労に小さな純喫茶コレドを開店し経営していたといいます。しかしゴーウェイジさんの死後は千秋直美さんが後を継がず、喫茶店は桃井香織さんの兄で脚本家の桃井明さんに丸々貸し出し、そこがバーになり2013年まで営業していました。おそらくこの話からして、千秋直美さんが後を継いでバーやスナックで働いていると勘違いされたのでしょう。芸能活動も実質ゼロで飲食店も経営されてないとすると、収入面が気になってきます。ここからは千秋直美さんが今現在何をしているのかを含めてご紹介していきます。千秋直美さんは旦那様を失った喪失感からゴーウェイジさんのお墓の近くにマンションを購入、また月命日には必ずゴーウェイジさんのお墓へ行き1時間ほど手を合わせているんだとか。それほど千秋直美さんにとってゴーウェイジさんの存在は大きかったのかもしれません。実際に報道によると、20年以上経った今でも千秋直美さんは夫の墓の前に行くと涙を流されているそうです。そんな千秋直美さんですが、姿を現さなくなり30年以上となっています。では一体今の収入源はどうされているのでしょうか。それぞれ確認していきましょう。1曲の印税、1つ目の収入源は曲の印税となります。今もアルバムが売れているので印税収入だけで十分生活できる。こちらは千秋直美さんの代表曲である喝采をプロデュースした方のコメントです。実際に今でも連絡を取っているようですが、アルバムはもちろんカラオケなどの収入も得られているでしょうし、収入面は問題ないのではないでしょうか。2不動産の収入、2つ目は不動産の収入となります。千秋直美さんは都内に不動産を所有しアパート経営もしているそうです。そのため定期的にまとまった金額が収入として入ってくるそうです。千秋直美さんの芸能界復帰の可能性について調べてみました。結論を言ってしまうと、今後千秋直美さんを表舞台で見ることは難しいでしょう。千秋直美さんは旦那さんのために歌っていたとマネージャーさんに語っています。もう千秋直美はいないのよ。そしてマネージャーさんへこんな言葉を残し、復帰をする可能性はないと断言されたようです。実際に千秋直美さんは旦那様が生きている存在価値となっていることを考えると、芸能界復帰はほぼないのではないでしょうか。いかがでしたか。今回は千秋直美さんの旦那様が残した遺言や芸能界引退理由の真相、そして現在の姿についてご紹介しました。現在は不動産の収入と印税での生活をされているようで、夫の墓の近くに住んでいることが分かりました。千秋直美さんはお元気なそうで、今後も長生きをしていただきたいところです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。